ちはみつ豆です。本日はカマンベールチーズ、酒粕、味噌、そしてめんつゆを使ったおつまみを作ってまいります。はい、味噌ちょっと合わせ味噌になってますよ。これ白と赤、覚えておいででございましょうか。量がわからないときは11の法則でやってまいります。はい、ここにめんつゆ足しました。こんな感じです。袋がないからもうビニールで一応こんな感じで、はい、合わせた味噌を出しました。ちょっとここでもう一度しっかりちょっと滑らかに慣れします。飲んでるし、そして漬け込むだけです。はい、冷蔵庫で10分寝かせました。カットしていきます。はい、こんな感じに仕上がりました。そして合わせたいお酒、ミオアルコール 5% でシュワシュワ系の日本酒です。やってみてくなんしょ。本日も最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。ではごきげんよう。